んにちは、赤石奈々です。今日は新しいリップを買ったのでちょっとご紹介したいと思います。こちらのルージュココグロス172番のタンドレスっていうカラーです。すごいね、好きなカラーで、前ねすごい好きだ言ってたこの215番のバビオルとなんだろう似た空気感のカラーかなと思います。バビオルの方がより濃かったんだけど、タンドレスの方がちょっとね可愛らしいピンクかなっていう風に思います。ちょっと塗ってみますね。チップがねちょっとポテッとした感じに変わったかなって思うんですよ。こっちが前の、ごめんねなんか汚いね、レーブルサンティアントで、こっちがルージュココグロスなんですけど、チップがちょっと太いの分かります？こっちが新しい方ね。なんかポテッとした感じのチップになったかなって思います。難しいんだけど半分ルージュココグロスを塗ってみようと思います。こういう感じのちょっと透け感のあるピンクですね。色はしっかりつくけどちょっとツヤ感があって透けてるような感じです。で次こっちはもともとあったレーブルサンティアントってずっとあった方のグロスなんですけど、チップがこういう風にちっちゃくて塗った感じは色がねよりしっかり出るかなっていう感じ。わかるかな？あんま変わんないねはい、こんな感じでこっちがレーブルサンティアントを塗ってみて、こっちがルージュココクロスを塗ってみたんですけど、もしかして違い分かんないの分かんないの？色が変わってたり、ルージュココグロスはシルバーでレーブルサンティアントはゴールドだったり、ちょっとねパッケージは結構変わってたりするんですよ。ルージュココグロスの方がよりスタイリッシュになったのかな。ここが細くなったりね。ルージュココグロスはねちょっとこう大きくなったから、なんて言うんだろう、こういう感じ、結構ポテッとつくの。はい、色結構違うんだけどあんま違い分かんなかったねはい、はい、こんな感じでルージュココグロスとレーブルサンティアントをちょっと比べてみました。ポンチに1本入れておけばお直しの時に口紅の上にグロス重ねるとかそういうことはいらなそうです。すごいに気に入った。これからお出かけする時はこれ1本持っていこうかなっていうふうに思ってます。こんなふうにちょっとパッケージが変わったり、チップが変わったり、塗り心地が変わったりっていう進化を遂げたみたいですけど、やっぱりシャネル好きですね。ディオールのこの前買ったリップタトゥーもすごい気に入ってたんだけど、やっぱり私の唇で塗ると真ん中だけなんかこう不自然に赤く残っちゃうんですよね。でなんか綺麗に使えなくって、しかもやっぱり見た目もシャネルの方が私は好きかな。お化粧品は結構プチプラ系使うものが多いんですけど、リップだけはねちょっとこういういいのを使いたいかなって思ってる派なので、ちょっと嬉しいプレゼントです。では最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんはどちらのブランドのグロスが好きですか？インテグレートとかもいいって聞いたのでちょっと使ってみたいなと思ってるんですけど、やっぱりサンローランが好きかな。塗り心地だったらサンローランが一番好き。でもちょっとこれここから漏れるところがね持ち歩きにくくって苦手ですはい、持ち歩くんだったらやっぱり一番はこのシャネルかなっていう風に思ってます。では最後まで見てくださってありがとうございました。こんな企画やってほしいとかあったらぜひぜひコメント欄に書いてほしいです。そして最後にお知らせですが、私の公式サイトがオープンしました。8月13日、私のお誕生日にオープンしたんですけど、とっても可愛いもうリボンとかバラとかにあふれた、もう女の子が好きなもの全部詰め込んだみたいな世界観になってますので、よろしかったらチェックしてみてください。ママになってからの人生を思いっきり楽しもうをコンセプトに、ファッション、メイク、コスメ、そしてコラムなどなど、ママライフを豊かに彩るような情報を発信していきますので、ぜひぜひ見てほしいです。ママ以外でもこれから将来ママになるかもしれない、将来のママ、そしてママの気持ちを知ってみたい男子、ぜひ見てください。よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょうね。バイバーイ。